これより麦わらのルフィを全力で援護しろ。エースの弟を？おやじ、今すぐ麦わらを始末しろ。麦わらボーイ、やばい。貴様、白ひげ傘下の海賊ユキシドーマ、お初にお目にかかる。モモンガ中将。デカルバン兄弟、お前の相手はこの俺たちだぜ。内境幕外、しばしお相手願おう。ドーベルマン中将。これは我々新世界の海賊も手を貸せ。エース長はすぐそこだ。行くぞ麦わら。白ひげ傘下の海賊たちが麦わらを囲むように。なんだこいつら。急げエースの弟。今海軍の戦力は親父に向いてる。この機を逃すと大将は超えられねえぞ。一点突破だ、我々と来い。一死大事よ麦わらボーイ。世界一の海賊がバナータを試している。白ひげがバナータにかけようとしてんの、とんでもないことよ。その心当てに答える覚悟はあんのかいって聞いてんの、ギャブル。白ひげのおっさんがなんだか知らねえけど、俺がここに来た理由は初めから一つだ。やってみろ小僧。今おめえは俺に代わってエースの処刑を止めてみせた。おめえも D の意志を継ぐ者ならば、この時代のその先を俺に見せてみろ。